マジョクトどうか変化球ねえ思いっきりカーブと分かる。じゃあ待って、ねえ手レフト行った。ねえ手手じゃなくて肘でしょ。肘でも手でも同じだろ。はぁ、あ、じゃねえ。お母さん、もう対局かよ、うん、今日あのやっちゃデビューを見ろよ、このデブサ加減この余ってる俺たち合わせて700キロぐらいあるんだよ。ないかな。ないか。十人乗りのエレベーター乗れないよこれ。と結構近い。走ってるかよ。走りが噛んでんじゃねえの。今度100キロマラソン行ったら往復ね。なんとかしょ。下着どうする？安心。
んとも頼むのは2回買って2回とも同じやつ被ってた。とにかく明るい師匠安心してください。怖えよ、安心できねえよ、怖くて。女性を運ばせきつい。そう、あれ4000円ぐらいだし、全部入ってるから。めちゃめちゃ UFO キャッチャーでね、あれあんですか、メイド服を取ったとか。あ、これ取れそうだなと思って取ったらさ、取れちゃった。どうしようと思って、男がいい。おい、アイゴアイゴアイゴ、いいね、つけさすのアイゴ。お店持ってた、お店持ってるらしい。セカンドゴロと、セカンドゴロと初回ですよ、ね、5万円と、はいはいはい、今の会話だったって、あそこで全部名前刻んでくれたら、器具が多くなる。ゴロも見ちゃう、ね、なんで取り掛けるの。1日無料券、いいね。丁寧に言ってるわ。
ゲットゲットゲット。真ん中の人の目だ。狙って打てるんですか。オッケー。コントロールのいいピッチャーです。オッケー。これも入ったり入んなかったりする人が大変なんで。シェーマン、キャッチボールだ。お願いしたよ、お願いしたよ。打てる人は結構…サバスで取れるの。ジアンで。オアシスの球が。タンパク質って感じですか。これ以上牛乳みたいな感じ。毎日10分ぐらい飲んでる。すごい。全然悪い。出てきて3って書いてくれる。大きくその3みたいな大きくチョークを並べてここにしてチョークをその上に並べたっていう。あー返す返すか。